2011年2月24日チンパンジージョニーくん等身大フィギュア制作46日目制作工程もすでに後半に突入。赤いバケツに入っているのがジョニーくんの肌の色に染色されたシリコンです。型取りに使用されたシリコンとは別のもので人肌に近いシリコンを使用しています。ここにさらに硬化剤を混ぜます。今している作業は脱法と呼ばれる作業。中は真空状態です。これでシリコンの中の気泡を抜いていきます。あれじゃない光じゃない。え光じゃない。こっちの方もうちょっとそうはね。これぐらい。もうこれが平行になるぐらい。うん。パーツごとに分けられたジョニーくん。足先と頭部は二層になった間の隙間に脱法したシリコンを流し込んでいきます。それ出てきたら、パッて線してミストロン。ここ、はい、ここをプチってする。もうちょい。あ、うん、もっと入れたいな。はい。なんですよ。うん。それ一回下に置いて。はい、え、負けた？ん？息が入るの？わからんけど。当たらなさそう。うんうんうん、もう3枚ぐらい行ってもいいかもしれない。これは私も気になりそう。私も続きしたなってきて、すみちゃんは。そう、足りひんよりか多い方。ここ一番高いとこに一貫と出てけん。次に4人がかりで胴体、腕の塗装作業です。塗装を2回繰り返し強化プラスチックを外側に作ります。上からもう1層するからこいつが固まった。作業自体は2時間ほどですが、シリコンが完全に硬化するまでにはおよそ24時間かかります。指先は埋めんくていいから、とりあえず表面しっかり塗って。どこが一番？
今のは本日読んどる。して指埋めれるんやったら指全部入れてもらってもいいかも。そうっすね。よし、このまま。